皆さんこんにちは、エスプランザ TV のナオミです。今回のエスプランザ TV は第270回目のエスプランザ TV です。それでは早速先週まとめたのビデオどうぞ。倒れそうな時もう前に進めないって感じた時諦めようと思った魂が願う夢をもう何もできないって全てを投げ出したくなってどうしても後ろばかり見てるだけど閉ざされてこの先に道はないって感じた時誰の期待も見えなかった魂が願う明日を Tengo frío. Tengo frío っていうのは寒いという意味です。 Tengo mucho frío って mucho をつけるとめっちゃ寒いという意味になります。皆さんぜひ冬が始まったので使ってみてください。今週末のエスプランザ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。最後に予定をチェックしておいてください。それではまた来週、バイバーイ。